Hey guys! モンスターション TV! 始めました、モンスターション TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたはイングサラシということでやっていきましょう。今回はワンピース921話についてお話をしていきたいなと思いますけども、出ましたね、カイドウさん、竜でしたね。これについて動画でね、いろいろと出してましたけども、見事にドンピシャでずっドーンとカイドウが竜でしたね。いや、びっくりしました。もう、ものの見事に竜でしたね。本当にね、これに関しては驚きました。で、コメントでもね、たくさん、ジョンさん思いっきり竜でしたよ。やばくねえすかみたいな感じでね、いただきました。もう本当にたくさんの方からね、もう拍手がブワーってきたんですけども、これに関してはね、一つだけね、めちゃくちゃ重要なことがあって、これはね、みんなにしっかりとお伝えしていきたいなと思いますけども、最終的に僕はね、カイドウが竜であるっていうような結論をもとに、竜馬がカイドウをぶった切ったっていう話だったりとか、どういった形でカイドウが最強生物になったのかっていうような流れを話をしてますけども、この竜であるっていうことに気づけたのは、あるリスナーさんのコメントがあったからこそなんだよね。だからこそその方にもね、盛大な拍手を送ってほしい、というか僕以上にめちゃくちゃ盛大な拍手を送ってほしいなと思います。その方というのが黒沢優さんという方でございますね。これに関しては前回僕がやったコメ編企画で黒沢優さんのコメントをね、ピックアップさせていただいたんですけども、そのコメントの内容全く今回の動画と関係ないんですけど、ふと思ったことがあったので送らせていただきますと。個人的にはもともとカイドウは竜で、人人のみモデル鬼か何かを食べて人の姿になったのではないかと思います。そもそも最強生物と呼ばれていて、人間だったら人類最強とか呼ばれていいのに、わざわざ生物呼びなのが少し引っかかります。それに110数字の110ね。で、人、これ人と読めますね。人、人の身みたいな。ここでカイドウがもともとドラゴンだと仮定した上で思い浮かぶのが、ウソップのドラゴンだ、捕獲しろーです。これっていうのは、ウソップが子供時代の時に、ケルベロスとドラゴンに対してこう追っかけ回してる時の話だね。このドラゴンがもともとドラゴンから人間に近い何かになったカイドウを指している場合、ドラゴンかっこカイドウを捕獲するイコールカイドウを封印するに繋がってくるのではないかと思いました。これからも動画投稿頑張ってくださいというね、このコメントでございます。これがめちゃくちゃヒントになったんですよ。だからこそ後に僕が出したそのリューマのね、ドラゴンを切ったっていう流れ、それイコールカイドウを切ったのではないかと。そもそもそのリューマに関してはすでにドラゴンを切ったっていうのが描かれている本があるんですね。それがこちらのウォンテッドで描かれているんですよ。これというのはワンピースのできる前の作品なんだけども、ここでリューマが竜を切っているんですよ。だからコメントでもあったんですけども、もともと僕の考えとしては竜馬が竜であったカイドウをぶった切った、そして瀕死の状態に追い込んでビッグマムがそれを救った、だからビッグマムに借りがあるっていうような流れを僕は言ってるんだけども、コメントではそもそもウォンテッドで竜馬が竜をぶった切っているわけだから、それは違うんじゃないですかっていうのがあったんですよ。確かにウォンテッドには竜をぶった切ってますけど、そもそもこれ考えてくださいよ、ワンピースができる前の話ですよ。だからそれイコールじゃないんだよね。あくまでこれはヒントになっているわけであって、それがそのまま来るわけじゃないんですよ。だからこそウォンテッドのこの話っていうのはある意味別物と考えるべきなんですよね。そして竜であるカイドウをぶった切ったのがあの侍でございます、竜馬でございますよ。それについてはこの動画で話をしてますけども、スリラーパークでゾロと対峙した時にゾクゾクするような感覚っていう話をしたりとかね、巨大な生物と対峙するような感覚とかってことを言ってるわけでございますから、そういったような流れを考えると自然を竜をぶった切ったっていうような流れになってくるんですよ。だからこそ僕の予想では竜馬はきっとカイドウがドラゴンだった時にぶった切っているのではないかと僕は考えるんですよね。そしてその考察に至れたのもこの黒沢優さんのコメントがあってこそなんですよね。もしもカイドウを竜だと考えた場合、いろんなことが繋がってくるんですよ。それこそ僕は前にね、このウソップのドラゴンだ捕獲しろとかケルベロスについての流れについては動画で出してるんですよ。ケルベロスは黒ひげを指している、そしてドラゴンに関しては革命軍のドラゴンを指しているっていう風に動
動画を出したんですけども、コメントでいやドラゴンではなくてパンクハザードに出てきたあのドラゴンじゃないですかっていう風に言われたんですよ。あ、確かにそっちだよね。いや待てよと。そうなるとあれってもともと人工物であってベガパンクが作っているんですよ。ってことはモデルがあるわけでございますよね。そのモデルって何なんでしょうねって考えたら、自然とこのカイドウの流れが繋がってくるわけでございますよ。まさに最強生物、これを海軍が作ろうとしたと考えれば自然とこれに繋がってくるよね。とにかくこの流れに関してはね、僕一人でここまで至ったわけではなくて、黒沢優さんのコメントがあったからこそここまで面白いような感じで広がっていって、そしてドンピシャで当たったわけでございますよ。間違いなくこれリュウマがカイドウをぶた切ったっていうのも当たってくるんじゃないかなと思います。この正解への道に導いてくれたのがまさにこの黒沢優さんのコメントなんでね、ぜひともみんなね、この黒沢優さんにもね拍手を送っていただきたいなと思います。そしてそこから考えるに、カイドウがどうやって人間になっているかというところでございます。これに関してはもう従来から言っているように、カイドウは人の実モデル鬼っていうのを食ってるのではないかと思います。鬼ヶ島の流れに関して僕前当てましたけども、やはりこの鬼ヶ島に住んでいるものときたらやはり鬼じゃないですか。だからこそ一番自然なのはカイドウが鬼であるっていうことなんですけども、こういった形で竜であるってことが判明したわけですよ。だけど人の形をしているとなれば、繋がってくるのがこの人の実モデル鬼、竜が人の実モデル鬼っていうのを食ったっていう流れなんだよね。まさに竜が鬼を食ったっていうような状態になってて、めちゃくちゃかっこいいなと思いますけどね。そうなってくるとカイドウの力って考えられる最悪の状態ではあるよね。竜ってどう考えても強いわけじゃないですか。そして鬼ですよ、化け物ですよね。さらにそこにビッグマムのソウルが入っていると考えると、さあどうなるのか、ビッグマムがどういった形で彼を助けたのか、それ次第では最悪の化け物が出来上がっていると考えられますよね。そしてめちゃくちゃ面白いのが、今回竜であるってことが判明したわけじゃないですか。これに関してはもともと思いっきりカイドウが出た瞬間にフラグがあったんだよね。彼って入れ墨とか入ってるわけじゃないですか。そしてここにね鱗みたいなのがあったんだけど、あれって入れ墨なのかなと思ったら、はい、鱗なんだよ完全に鱗なんですよ。もうねびっくりしました。竜っていう風に出てきて、そしてもう一回カイドウを見てみると、入れ墨じゃないやんけ、お前これ思いっきり鱗じゃねえかよみたいなね。そういった形ですでにフラグが出ていたりとか、このウソップの流れもそうですよ。すでにも大昔にフラグが出ているわけでございますよ。となると捕獲しろっていうのがどういった意味合いになってくるのか、捕獲イコールさっき黒沢優さんのコメントでもあったように封印となってくるのか、多分ですけども、カイドウに関してはまさに不死身だと思うんですよね。普通には倒せないとなってくると、封印で倒すしかないっていう風になってくるんじゃないかなと思います。だけどもう一つ僕が考えているのが、やはり桃太郎の流れなんだよね。それを考えていくのであれば、鬼をね仲間にしてしまうのではないかと、そこまで僕は思うんですよね。普通桃太郎の話で言うのであれば、鳥やら猿やらキジとかね、そういったのを仲間にして鬼退治に行くっていう話なんだけども、さらにそこから話が派生するのではないかと、鬼さえもそのカイドウさえも仲間にしてしまうのではないかと僕は考えているんですよね。そしてもう一つここから繋がってくる面白い話でございます。僕は前にカイドウには息子がいるっていう話をしましたよね。皆さん覚えてますか？その流れ、今回思いっきりいろんなところで繋がってきましたよ。マジでみんなびっくりすると思いますよ。あ、そうなるのか。あー、すげーって、間違いなくもうね、鳥肌もんだと思います。すげーよ。次のマジやばいからね。カイドウの息子はあいつだったっていうね、きっと驚くんじゃないかなと思います。最強の親子喧嘩が見れるのではないかと。そしてその人物も竜になるのかもしれない。さあどうなるのか、今後の展開が楽しみでございます。今日これについては出す予定なんでね、皆さん楽しみにしててください。ということで最後になりますけども、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。この動画も目指せ1000いいねでいきましょう。そしてぜひとも私のツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしましたよって一言リポ送ってくれたら僕もフォロー返しますからね。しかも今僕のツイッターではプレゼント企画をやっております。こちら僕のアカウントをフォローして、そして固定のツイートをリツイートするだけで10名様に iTunes カードが当たるというね、ぜひともみんなこの機会にねフォローしてくれたら嬉しいです。もうついでにいいです。もうついでにまあフォローしといてやるかみたいな感覚でやってくれたらすごく嬉しいです。 OK ですか？それではまた次回お会いしましょう。 See you next time! 出会いは別れ、そしてまだこの旗の下で
くない痛みはこの胸にあの日そっと刻み込んだんだ誰にも負けない自由をこの手に握り